ジョージ・フレデリック・ミュラーは、プロシア生まれで、イギリスで活躍した、孤児院経営者、宗教家、説教家。世俗に頼らず神の実に頼るという方法を、生涯貫き、多くの孤児たちを救済した。日本においては、孤児事業のパイオニアとなった、石井十字の岡山孤児院のモデルとなり、石井の思想に決定的な影響を与えた。また来日もしており、 新島城に招聘され同志社で講演をするなどして、山室軍兵などに多大な影響を及ぼした。英国協会史的には、プリマスブレザレンのジョン・ダービーと意図せず進学論争をし、それを契機に、ブレザレン運動初期段階において、ミラーはオープンブレザレンを、ダービーはエクスクルーシブブレザレンを、と二つの流れを形成する、大きな影響を与えた人物としても注目されている。 なお、ブレザレン運動の言説の勢いが増した結果、観覧前、軽挙説が大いに広まったが、ジョージ・ミュラーや彼の友人ベンジャミン・ウィルズ・ニュートンらは、観覧前、軽挙説について否定的で、観覧後、軽挙説に注目していた。ミュラーは、廃墟が起こり、滅びの子が現れるまで、イエス様が来ないことを、聖書ははっきりと断言している。と語っていた。 木原勝信、ジョージ・ミュラーが、石井十字に及ぼした影響を同志者、大学人文科学研究書編、石井十字の研究、角川書店、1999年に詳細が記載されている。木原勝信、同志者のアイロニー、山室軍平の中途大学マイナス、新島研究第82号、ピアニッシも、139から162参照コード。 FR, A History of the Breast String Movement, Legion College Publishing, Bankba, Code をね。Michael, The Rapture of the Church, Online Library, Northwestern Shiological Seminary, Retrieved 27 June 2010, Mulla, Susanna Grace, Preaching Tours and Missionary Labors of, George Mulla, P148. ありがとうございます。